皆さんこんにちは、レンゲのはちみつです。今日は生姜を使って梅酢漬けを作っていきたいと思います。生姜はですね、こちら八百屋さんから購入しました。すごく立派で、こんな感じでドーン、豚の豚足みたいですよね。はい、これを2袋買ってきました。で、生姜はきれいに洗って水気を取ります。で、この生姜のね、くぼみのところに土が残ってたりするので、見つけたら随時また洗って乾かして使います。梅酢はこの奥にある瓶に入った赤い液なんですけれども、今年の梅干しをつけた時に出た梅酢になります。で、梅干しってね、6月の中旬から7月の上旬ぐらいですかね、完熟梅が出始めるあたり、あのあたりに塩漬けにするんですけども、塩漬けにするとこの水分が上がってくるんですね。で、水分が上がってきたら、赤い梅干しをつけたい人はそこで赤しその塩漬けを入れるんです。だとああやって色がね、赤い梅酢ができるんですけれども、今年は赤い梅干しだけ作りましたので、梅酢も一瓶ですね、できました。はい、で、生姜はこうやって薄切りにして、これはホーローの容器ですね、ホーローの容器に今入れています。で、ホーローの容器はね、今回2つ使おうと思ったんですけど、最後ね、ちょっと入りきらなくて3つ使いました。あんまね、なみなみ入れちゃうと液漏れしちゃうんですよね、この動かしたりした時に。なので、そこまでなみなみでなく、ホーローの容器は3つ使いました。梅干しのこの梅酢はずっとね、冷蔵庫で保管してました。お盆の頃ですね、梅雨明けしてお盆のあたりに毎年すごく暑い日が3日間続く日を選んで梅干しを干すんですね。梅干しを干した時にこの梅酢はもう入れなくなってしまうので、冷蔵庫で保管して、みょうがをつけたり、きゅうりをつけたり、いろいろ小出しに使ってたんですけども、今回ね、生姜が出ましたので、生姜を使って多分全部使い切ると思います。はい、こんな感じで土がついてたらまた洗ってください。で、この生姜はね、このまま食べてもいいですし、漬け上がったらですね、細く切ったら紅生姜みたくなる、牛丼とかああいう丼物に使ってもいいですし、あとはご飯に細かく切って混ぜたりとか、使い方はね、いろいろあって重宝します。だいたいね、ちょうど1年経つとなくなる感じなんですよね。梅酢もなんだかんだ毎年ね、使い切ってるので、いい循環ができてますね。梅干しもなくなって、梅酢もなくなって、生姜もなくなる、で、次の年の梅干しを作るような感じですね。はい、3つに入りきりました。このままね、直接入れちゃいます。ちょっと残そうかなと思ったんですけど、だいぶちょっとなのでね、もう入れちゃいました。はい、今年の梅酢は終了です。あとはちょっと慣らしました。多すぎるのと、ちょっと少なめなのと慣らして完成です。